じゃあここでね、最後船長のをねお出しして行こうと思います。最後です。はい、船長です。じゃじゃーん。宝生マリンです。ニックネームは船長とか、あとマリリンとか、あとはギャルって呼ばれることが多いかな。7月30日生まれ、年齢は17歳、血液型は O 型、趣味はお絵かき、歌、おしゃべりでございます。色は赤、黄、白、パステルカラーが好きです。テレビは月曜から夜更かし、映画は天使にラブソングをとかが好きです。ゲームアプリは、桜大戦、ときめも、東宝とかが好きです。漫画アニメはハンターハンターとエッチな漫画でーす。本雑誌はちょっとよ詳しくないんで、あの美容院に置いてあるやつ、美容院に置いてあるとね読むんですよね。雑誌普段は全く読まないんですけど、で美容院に置いてある雑誌を読むとすごいね女子力が上がる。でちょっとコスメ買おうかなーってなる、美容院の雑誌読むと。授業は、教科はね授業中に4コマ漫画を書くのが好きでした。一切授業は聞いてません。食べ物はポテト、納豆、和食、スナック菓子あたりが好きです。動物は小動物、熊、猫、犬が好きです。遊びは妄想が好き。妄想たまんないですよね。スポーツは好きくないです。音楽は桜大戦や東宝、あとね声優さんが歌うキャラクターソングが好きです。はい、そしてね、あなたの推しはホロライブ箱推し、船長は箱推しです。みんなの配信見てます。いつも見てます。声が好きなホロメいっぱいいるんですけど、船長やっぱねロリ声系可愛い系が好きなんで、フブちゃん、おかゆ先輩、ルシア、ミコ先輩、ノエル、メルちゃん、サメちゃん、シオンタン、ルナタン、この辺の声が好きですね。まあざっくり言うとなんかロリ声じゃないですか。ざっくりロリ声、うん。あとは癒しボイス系が好きです。配信内容が好きなホロメンは、ペコラ、ミコ先輩、ミオスバ企画と、コレ先輩とアクタンです。これは結構言ってると思うんでみんなも知ってるかもしれない。気が合いそうなのは、カナタン、フレア、まつり先輩かなかなかな。あとのみんなは気が合うっていうか合わせてくれてるような感じがします。ペットにしたいホロメンは、ノエル、乳牛、ネネジ、オカニャン、ミコ先輩です。ホロメン家族構成、ボタンラミーから、ミオ先輩が生まれ、ミオ先輩はちょ誰かとね、結婚して船長を産みます。で船長はルシアと結婚して、アクタンとサメちゃんを産みます。で船長の浮気相手はフレアとシオンタンとカナタンです。かっこいいのはカリオペさん、ボタンさん、ココさん、スイちゃん、かわいいのはアクタン、サメちゃん、ルシア、ミコ先輩、アヤメ先輩、フレア、面白いのはペコラ、ミコ先輩、キレルシア、全否定オカユ、コロネ先輩、スバル先輩、ラミー、かっこ暗黒美少、優しいホロメンは結構みんな優しいんだけど、一番優しいと思うのはノエル。うん、一番優しいのはノエルかなって船長思います。そして、賢いのは、ボタンさん、ココさん、スバル先輩。この辺はね、なんかね、なんだろう、うん、頭がいいというか、うん、なんか賢さ、教養を感じるメンバーですね。で、強いのはカナールゴリ、ムキロゼ、ボタンさん。こんな感じですね。いや、ということで、今日の企画、以上となります。浮気相手多い。まあ、浮気も楽しんでいかないとね。はい。いかがでございましょうか皆さん。はい、こんな感じでございました。このねホロライブプロフィール帳のハッシュタグを見ていただきますと、みんなの投稿が見れますので、ぜひねこれでねプロフィール帳見るのって楽しいなって思った人はね、いっぱいそこで見れるので、ぜひタグをチェックしてみてください。